何はともあれ、あったかいコーヒーですよ。最近はもうカロリーメイトばっかり食ってますね。フィールドワークの日は朝一箱半食って、で残りの半箱を昼ぶっ込み飯と合わせて食べると、消費カロリー的にはまあ尋常なフィールドワークであればこれで十分。今日のウェルカムキノコはホコリタケと一本しめじ系ですね。裏紅ホテイとかかな。これ系は食えないんですよね。食い出はありそうに見ますけど、これなんだ。これもホコリかノウタケ系ですね。ホコリタケノウタケが結構いっぱい入ってるな。なかなか可愛い感じ。というわけで皆さんおはようございます。今5時40分ぐらいですね。今日は3年前にですね、道南のお友達と攻めたちょっと遠い山のふもとですね、卵竹、それのリベンジでちょっと攻めてないエリアがあるなというのが見つかったので、まあ、そこが主軸というか主目的で、で今ここはですね、その途中のまあよく行くネオポルの森というか、卵竹愛好家の森というかですね、そこの横で車中泊いたしまして、というのが昨日結構雨長引いちゃって午後過ぎまで雨降ったんですよね。花入口狙いの人たちが多分昨日出動しなかった可能性があって、ここサマツかな、綺麗ですね。で今朝も5時ちょうどにズドドドドドってセダンが入っていきまして、奥に花祭りがあるんですけど、まあそういう人たちの影響をなるべく受けない形で日常パトロールも含めてやっていくには車中泊しないとダメだなと思いましてですね、また卵、非常に近場ですけど車中泊してスタートしてると。で私においてはもみたけですね。ちょっと3年前は逆パターンで、この山を攻めて2人別れた後にここ寄ったらもみたけが初物出てきたということでしたので、今日は逆の流れでまずはもみたけチェックということでございます。いやー昨日の夜は寒くてね、久しぶりに風呂入って湯船使ってから出てきたんで、寝始めはほかほかだったんですけど、でニンニク食いすぎちゃってね、興奮しちゃってね、体がね、その状態でほかほかで寝れねえなと思って薄着で寝てたんですけど、裸足でめちゃくちゃ寒くなってきてね、ようやく、だいたい車中泊って前半眠れないんですよね。形がその寝る環境に体がフィットするのに時間がかかるというかですね、でようやくをそろそろ寝られるなと思い始めた頃にすごい寒くなってきちゃってね、風邪ひいてないといいんですけど、はい、トゥー、いや、あまりにも暗くてちょっと遠くが見渡せないですね。逆に効率悪いな。すっぽん卵ポンポコで通る。
宮玉さん正金ですね。ここにもちっこいのがおる。松本零士の未来ビルみたいなイボテンの預金ポンポコで始めた。いや、ごままんじゅう。これは変わり初かな、ウグイツ初かな。すごい濃い緑色して綺麗ですね。ちょっと暗すぎるんで LED 照射。お分かりいただけるだろうか。おっとっとみてえな謎キノコが完全なフェアリーリングを描いておる。この森名物のデカデカ店。ここにも松本零士が、デカい零士がいまして、これもデカいね。いやー、とにかく寒いのと日照の角度がえぐすぎて暗くて、何が入ってんのか肉眼だと分かんないですね。本日ナンバーワン、まん丸でござる。イボテンが今フィーバーな感じからしても、ここのモミタケはまだ1週間後以降って感じがしますね。ネオポル出てきてくれましたけど、また時すでに遅しという感じですね。イボテンボッコンボッコン村、ほっくん。これなんだろうな。一本しめじ系じゃなさそうな感じしますけど。風船、ひだの周りが膜みたいな感じになってますね。若干香りは風船ですね。これ土くせ、鬼薄っぽいけど、まあ普通の薄竹の老菌かな。ちょっと怪しいですね。わっしゃわしゃわしゃがな TV。残念ながらアイタケではないですね。変わり初の緑型。お分かりいただけるだろうか。待ってました、ネオポール両型。お友達もいるよ。
ではありがたく頂戴したいと思います。この優しい色、焼きたてのパンみたいなね。状態結構いいですね。閉まってます。黄色い観光、あれはこの状態では非常に穏やかでございます。いや久しぶりの両方だな。この森は今季合計2本見逃しているので、こっちもいただこうかなと思いましたけど、ちょっと食われてる範囲が広いので、それでいてまだ放飼活動はできますから、これは残地ですね。こちらもいい色です。またネオポルいたけど、これも食われてますね。かなりこれも残地ですね。いや、やっぱり花井口ハンターがいろんなところに張り付いてますね。いやだやだ、私は関わりたくない。ということで、私はもみたけの森に来てますけど、誰も入んないからアプローチがえらいことになったわ。これ年々ひどくなってますね。ウェルカムもみたけあるかな。まあ、さっきのところ見る限りは今年は遅そうですね。うん、ないでござる。お、コウタケあるじゃん。マジで？マジかい。コウタケなんか広がってできてますね。あれもそうですよ。もう超老金だけど。マジか。ここはもっと別の簡単なアプローチが余ってくるとできるんですけど、ここにいつもでかいもみたけが出てくれるんで、ウェルカムキノコとしてあえて茨の道を歩いてくるのが私の日課なんですけど。とするともしかしたらこの奥の昔よく行っていた登り竜とかが出るとこですね。あともみたけの初代、私個人の歴史として初代出した森なんですけど、まあ、人が多い割にキノコが全然出ないという認識に変わってしまったので、ここ 2,3 年はあんまり行ってなかったんですけど、もしかしたらこの森全体にコウタケが侵食して、その結果取れる人が増えてきてるのかもしれないですね。コウタケはポンポコですね。これなんかまだ増える感じ。あ、ここにも老菌、老菌じゃねえ、幼菌がいる。どうしようかな。コウタケ。ちょっとパスだね。また頑張ってください。また会いましょう。さて3箇所目ですね。ここは小型のもみたけがたくさん出るところなんですけど、去年同業者を発見してしまったのであんまり期待できない
感じの場所ですね。ただまあバロメーターとしては非常に役立つというか、早いんですよね、ここ出るのが。標高高いのもありまして。お、ベニテンかな？ん？なんだあれ。ネオポルにも見えるけど。お、ネオポルじゃん。お分かりいただけるだろうか。マジでここネオポル出るんだ。すげえ、なんかヨーロッパの個体みたい。これは両肩にも程があるって感じですね。ちょっと使いやられてますね。ちょっと赤みが強いですね、この個体は。傘の。やっと、香りは？香りはすごいなんか、だしみたいな香りする。この森の隠れた名物、ヘラタケ系も出てますね、ちゃんと。またいましたね。これはどっちだろう。これはモドキの方ですね、きっと。でもネオポロかな。やった。はい、では新規開拓スタート。まずはだいぶ、お、いきなりウェルカムキノコがお分かりいただけるだろうか。三河城畑、すごい綺麗。トド祭りですね。下草がでもちょっと多め。で、まだ市街地が近いというか、農家が近いのであんまり入りづらいというか。これこの前いた謎のやつね。ほら、なんでしょうね、これ。なんかかつ節みたいな香りするんですよね。いや、何気なく撮ってたんですけど、これ星アンズですね。まさかこのタイミングでこの場所で会えると。ご覧の通りすごいとこに生えてまして、もうちょっと寄って撮りたいんだけどね。どうならんかな。こういう時のAPCクロップですよね、やっぱり。腰筋がなめこみたいですね。みたらし団子。やっぱりこうやってね、川が釣り向けた本当に古い
木を好みますよね。他に入ってねえかな。なさそうか。いないね。でも会えてよかった。6勝腐れ菌がいる。じゃあまたちょっと移動して、またトド祭りですね。入り口っぽいけど、なんだろうな。変色性はなさそう。塚が平たいですね。香りは？錦秋です。なんか図らずも金祭りが出てきちゃいましたね。表側のトド松はそれなりに人来てそうで、ここもある程度来てそうだけど、人数はだいぶ少なそうな感じしますね。デカキン発見。地元と言えるエリアでの今季初金茶山入り口ですね。なかなか両型ですけど、塚が太。まあ老金なんでね、スルーでございます。また金ちゃんいました。うん、ここはなかなか広くて、林床と日当たり、そしてこの崖であるってことね。崖というか斜面、なかなかいいですね。ちょっと一部下草がうるさいのと、どうもちょっとリピーターが来ているような印象を受けるので、それ以外はかなり良さそうですね。これは何だろうな、材から出てますね。食えそうな感じするけど。ハラタケかな。香りは？もうちょっとフルーティーですね。久しぶりに家どうですか、持って帰って。なんかあんまり見ない栗風的な感じもしますけど。いやー、ノーマル山井口ですよ。これもほぼ今季初ですよね。ちょっと足の変なやつは7月に見つけてましたけど、1本だけ。ここなんでこれもキープしましょうか。ちょっと早くない。お、金ちゃんがまた2本、老金が腐った。いいね、こうやってちょっと広葉樹が混じってるとね、こういうバラエティが生まれますから。あ、これ金ちゃんでしたね。だいぶ食われてるな。まあいただきましょう。油絵で描いたような紅竹出てきた。お、これなんだっけ、裏黄色いやつ。無臭ですね。これ食えなかったっけ。これが錦竹ですね。塚と飛騨がレモン色ってやつですね。これ食えます。
紅竹の食感は好きじゃないんだけど、初めてなんで、ね、ちょっと食ってみましょうか。ピーク越えたらまたトド祭りが出てきたんで、ね、チェックしておきましょうか。途中草ぼぼでしたね。お、ウェルカムキノコ来たよ。あ、食えないですけどね。アミスギタケ、それ系ですね。でかいなぁ。これでもこの巨デカサイズなのに全体が柔らかいんですよね。なんかタマチョレイタケの方かもしれないですね。ここにちびっこもいます。まあ、いずれにせよあんまり食うようなものではないとされているので、トゥルーで。うん、斜面なのはいいんですけどね、ちょっと水はけ悪いかな。水はけ悪いっていうか日当たりが悪いな。午後はちゃんと照るんだろうか。それでは今日はですね、羊蹄山がお分かりいただけるだろうか。珍しくずっと見えっぱなしになってまして、羊蹄山は恥ずかしがり屋なんでね、すぐ隠れちゃうんですよ、雲に。まあ、若干の羊蹄山を感じていただきながら、ニシキタケ初試食と、金茶山井口ですね、これをぶっ込んでいきたいと思います。蒙古タンメン味でございます。ニシキタケの傘の円周の赤が抜けてきてますね。真ん中の方の赤はなんか残ってて不思議ですね。ではシルソムタイム。まずスープの色はワインレッドよりもちょっとオレンジかな。わかるかな。もうちょっとで、香りは、普通の金秋ですね、うん、普通の、本当に普通の金秋。いただきます。うん、甘い感じですね。これまでちょっとシャープな汁が続いてたんですけど、シャープさは一切影を潜めまして、まろやかな、どちらかというと甘い感じ。これも鍋とかのにぎやかしには良さそうな感じですね。今日はですね、3本ぐらいリンドウ見繕っていて、
2本は行けたんですけど、1本はなんか道がなかったので早く終わっちゃいました。で早く終わってこの辺に来て道の駅でかぼちゃ買ったりとかして、で早めに飯も用意できていると、そんなような状況でございます。今日帰ったら山鳥岳干すし、童貞が1個あるしね、まあ、ちょうどいいかなと思います。オープン。いやこれなかなかね色が素晴らしいですね。このニシキタケの色の抜け方が秀逸ですね。ピンク色が中心部に残っていてすごいファンシーですよ。これだけでなんか価値ありますね。そんなこと図鑑に書いてないですからね。熱を加えると茹でるとデンプみたいにファンシーな色になるとかね書いてないですから。いただいていく。また最後の調味油かけ忘れつつ、もうちょっと米は赤っぽくなります。ではまず久しぶりの蒙古タンメン本体いただきます。うん、うまい。ではこの距離でわかるかな、目玉の親父ニシキタケ初実食。お、断面もすごいね、かまぼこみたいになってる。表層がピンクで中層が黄色でひだ部分は白。おめでたいですね。なんか食感いいな。結構ちゃんとつるしこですね。紅竹というと特にまあ塚がですね粉っぽいという共通点があるんですけど、いくらうまくても食品としては微妙みたいな立ち位置なんですけど、では噂の塚錦竹。あれ錦竹いいね、ちょっと紅竹離れしてます。塚もつるしこです。では続いておなじみ金茶山口傘。うん、さすがに金ちゃんの方が弾力があるぐらいまで歯ごたえがいい。つるしこ王者。金ちゃんのつか。もう一つの方の錦竹傘。うん、マジか。でも炒めてないからとかなのかな。でも赤もみたけぶっこんだらやっぱり粉っぽかったんですよね。うん、錦竹リピート決定ですね。なかなか合わないけど、煮たけは煮たやつが多くて童貞が大変なんですけど、この錦竹は赤い傘表皮で裏が黄色っていうのはこいつしかいないんで間違いがないと思います。ごちそうさまでした。ということで今日は実は行く場所をすごい迷っちゃってっていうよりは正確にはね、ネタ切れですね。アカンも季節が微妙だし、何より高速がね普通料金だし、そこより微妙な大雪も厳しいし、でこの辺はもう大体行き尽くしちゃったしね。
だったらと思って、久しぶりの新規開拓というか、前はねこの山って羊蹄山じゃないですよ、もっと奥の山なんですけど、そこの目当ての山の南西部を2人でやったのかな。全然ダメ で結局こっちの方移動してきていろいろ回った記憶ですけど、だから今日は北東部をやったんですけど、まあ特段何も取れてないですけどね、取れたのはいつものところで取れちゃってるんで、まあ錦竹取れてマッピングがとりあえずできたんで良かったかなというところでございます。来週末どうしようかね。来週末も5食の割引効かないんですよまだ。はい、ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。